さあ今回のプレゼンターは九条成城店の小島由香さんです。お願いします。お願いします。前回もありがとうございました。ありがとうございます。反響とかありました？結構お客様にも見ていただいて、おお、嬉しい。で今回また新たにお勧めしたい車があるということで、はい、ございます。はい、お願いします。はい、とこちらのお車ですね。はい、508GT ハイブリッドのお車になります。今回のこのお勧めポイントってどういうところですか？こちらのお車は、はい、あのプジョーのフラッグシップモデル、最高級モデルですので、本当に美しいデザインとか。プジョーの、 あの最先端の技術が詰め込まれた贅沢なお車になります。確かにこれを持ってるってだけでなんか人としてなんか何ランクか上に上がった感じがしますもん。します気持ちね。あ、ちょっと中の方も見させていただいてもよろしいですかね。はい、レザーシートが標準装備になっています。うわかっこいい。なんかスポーツカーみたいな。あ、そうですね。うわすげえ。アイコックピットと言いまして、はい、飛行機のとかのコックピットのイメージになった運転席。なんか、はい、余計なものがついてないというか。そうですね。すっごいすっきりとしてシンプルに、こうシンプルでいておしゃれな。おしゃれで、スピーカーもフォーカルっていうフランスの、はい、音がすごく綺麗なスピーカーがついてるので、すごく高級感のある優雅な気分でドライブができる。なんか見た感じ外から見るとあのだいぶ車高も低いから、はい、背が低いからちょっと一瞬不安もあったんですけど、乗ってみたらいやそんなことなく すごくあの見通しもいいし、ステアリングが結構小さくって、うん、あのスピードメーターをこう上から見ていただくような感じで、うんうん、あ本当だ。あ本当意外とハンドルちっちゃいですね。です取り回しもすごくあのサイズの割にはすごく取り回しもよく運転できると思います。へえ。いやここら辺の全部おしゃれだよ。このギアとかも。そうなんですよね。すごいあのリッチな気分で運転ができるかと思います。なんか最高級ホテルみたいな感じですね。でサンルーフも上にあの。あ、上もそうなんだ。で開けることもできます。へえ。いやこれちょっとなんかちょっと、ね、スーツ着てさ。あはい、ネクタイキュッと締めてこう出てきて、あお待たせ、かっこいいですね。後ろから花束なんか出したらもう最高ですね。最高ですね。古いかな。いやおしゃれ。おしゃれです。あのこの横から見たボディラインとかもすごくかっこよくて、うん、ファストバックっていうセダンとはまたちょっと違うスタイルになってます。あこれいいですね。いやいろんなジャンル出されてるんですね。そうなんです。かわいいけどもシックだけどもどっかこうワイルドな感じも残しつつっていうことですね。こちらはプラグインハイブリッドですけど、まあ、環境とか暮らしに合わせてクリーンディーゼルとガソリンとプラグインハイブリッド3つのパワートレインから選べる。なるほど。さあこちらのお値段いくらですか？プラグインハイブリッドは、607万8000円から、ね、で、ガソリンモデルが、513万1000円からっていう感じですね。いや興味なんかどんどん湧いてきますね。こちらのお車がですね欲しくなった方、興味ある方はぜひプジョー成城店さんの方でチェックしてみてください。小島さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。